清水直行、清水直行、清水直行、1975年11月24日隊は、京都府京都市下京区出身、兵庫県西宮市育ちの、元プロ野球選手、投手、野球解説者。2014年から2017年まで、ニュージーランド野球連盟のゼネラルマネージャー、GM 補佐や、野球ニュージーランド代表の統括コーチも向ていた。現在は、 千葉ロッテマリーンズ一軍投手コーチを務めている。報徳学園から日本大学に進学。の都市対抗野球、社会人野球日本選手権に出場するが、共に登板機会がなかった。の都市対抗野球に回戦で先発するが、満塁本塁打を被弾して降板。この試合を最後に活動を停止した東芝府中、公式野球部最後の敗戦投手となった。以降は統合した。 東芝公式野球部所属となり、1999年のドラフト会議において、千葉ロッテマリーンズを逆指名し、2巡目で入団した。4月1日の対福岡大英ホークス戦で、初登板。5月4日の対大阪近鉄バファローズ戦で、初先発、初勝利を挙げる。しかしシーズン通しては、結果を出せず即戦力として期待されたが参照に、終わった。 先発として、結果が出せずこの年は全て中継ぎ投手として、起用されたが6勝を挙げ一定の成果は挙げた。黒木智博、小野慎吾が怪我で離脱し、ネイサン・ミンチーが開幕当初不調に陥り、チームも開幕から11連敗と、危機的状況の中、先発投手に転向し、プロ野球ワースト大記録の開幕12連敗を阻する。清水は、この後、 先発ローテーションに入りチーム2位の14勝を挙げ、プロ入り初めて規定投球回数をクリアした。初めてオールスターゲーム出場し、第2戦千葉マリンスタジアムで先発するが敗戦投手となった。リーグ唯一の200イニング登板を記録し、防御率もリーグ3位の3.13であった。西武ライオンズとの開幕戦で初の開幕投手を務め、 松坂大輔に投げ勝った。アテネオリンピック野球日本代表にも選ばれたい、キリシャ戦で先発し、勝利投手となった。開幕戦の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦に登板するが敗れ、楽天球団創立初公式戦での初白星を、健常している。この年清水の防御率は、ロッテの先発ローテーション投手中、最も悪かった。 リーグ優勝の際のビールかけ会場で清水は挨拶の際に今まで迷惑かけてと言葉を詰まらせ涙を拭く場面があったその後は嘘泣きですと明るく振る舞っていたしかしシーズン中は味方が4点以上援護した試合は10勝0敗援護点が4点未満だった試合は0勝11敗という極端な成績であった開幕前の3月に 1> 第1回 WBC の日本代表に選出された。この大会では、1次リーグの対中国戦に登板し、セーブを挙げる。だが、2次リーグアメリカ戦では、デレクリーに同点本塁打を記録された。シーズンでは、9月2日の対オリックス戦、京セラドーム大阪の3回、カリーム・ガルシアを空振り三振に打ち取り投球回数1000回を達成。 シーズン最終戦の10月1日の大楽天戦に登板し、1失点完投勝利して5年連続2桁勝利を達成。なお2桁勝利での1桁敗戦、10勝8敗は初。さらに、年々悩まされてきた1発病も、この年は規定投球回に達した投手の中では、トム・デイビー、オリックスと並んで、リーグ最小の非本塁打球本と安定感を見せた。 この年まで他の主戦級投手不在もあり、安定した活躍を続けたため、次第にエースとしての認識が定着する。2002年から2006年のシーズンに連続2桁勝利を挙げているのは、清水以外に、井川啓、阪神タイガース、石川正則、東京ヤクルトスワローズのみである。現役投手の連続2桁勝利記録は2002年の7年連続の西口文也、西部。 オフには10月から翌年3月まで TBS ラジオでプロ野球選手をオフ期間中パーソナリティに起用した番組エキサイトスタジアムの木曜日を担当。3度目の開幕投手を務めるが4失点で6回、途中で降板、その後も不安定な投球が続き、1年間ローテーションを守るも6勝止まりだった。シーズン連続2桁勝利は5年で止まり、 特に優勝した北海道日本ハムファイターズに対しては0勝4敗と相性が悪かった。キャンプ直前の1月17日に病気療養中だった妻を心不全で失う不幸に見舞われた夫婦の間に一男一女ありが開幕からほぼ1年間先発ローテーションを守り通して13勝を挙げた。8月4日の西武ライオンズは1回3分の0、飛安打7。 8失点で降板。まるで生まれたての小鹿屋。俺は情けないと名言を残す。9月15日の対福岡ソフトバンクホークス。戦では同点で迎えた9回表に自ら志願して2002年6月以来のリリーフ登板を果たし1回無失点で切り抜けると、その裏にチームがさよなら勝ちを収め7年ぶりの救援勝利を挙げた。シーズン終了後には同年に FA 権を取得する清水に対して、阪神タイガースが獲得を検討するとの報道がなされたものの、残留するという形で、翌年の契約公開を行い、2年総額5億2000万円で合意した。1年目が2億4000万円、2年目が2億8000万円という年俸変動性のものであった。開幕から不調が続き六章にとどまった。11月9日。 ナスの匠、斉藤俊夫との交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍、2年目の年俸2億8000万円は横浜が支払うことになった。背番号は入団して以来付けていた18番をエースの三浦大介が着用しているため、同時期にトレードで日本ハムへ移籍した加藤武治が着用していた17となった。は、6月20日の大阪で、 プロ通算100勝を挙げる。また、三浦の不調もあって、横浜投手陣の柱として活躍し、2年ぶりの2桁勝利である10勝を挙げる。しかし、調子の良し悪しが激しく11敗を喫し,し、共にリーグワーストとなる、防御率5.40と26非本塁打を記録するなど前年より、成績は悪化した。の、開幕前に左膝を痛め開幕メンバーから、 外れると、4月に1試合当番したのみで登録を、抹消され、7月に一軍昇格を果たしたが8月24日に、再び左膝を痛めて、登録を抹消される。左大腿骨滑車部損傷と診断され、結局7試合の当番でシーズンを終えて2001年、以来10年ぶりに規定投球回到達を逃した。オフには2010年の松中信彦。 ソフトバンクと並びプロ野球史上最大等の見学となる2億円減の5000万円で契約公開した。ワイチ軍での登板がなく10月10日に球団から戦力外通告を受けた。所属球団がない状況で現役続行を視野に左膝のリハビリを続行した。2月には東京ヤクルトスワローズの春季キャンプで入団テストを受験する予定だったが、 テストの直前に辞退した。同月17日からは、リハビリ中で所属なしの現役投手という立場で、ネオスポーツ、テレビ東京に、コメンテーターとして出演。同年のシーズン中には、現役続行への道を模索しながら、FOX スポーツジャパンベースボールセンター l c 及び、BS1 にプロ野球中継のロッテ戦中継で、解説を務めた。 ニュージーランド野球連盟の GM 補佐と野球ニュージーランド代表のコーチに就任する。清水によれば DNA からの戦力外通告後にニュージーランドの野球に興味を持ったことで野球への恩返しを兼ねて野球人口の増加や2020年かき東京オリンピックにおける野球、ソフトボールの競技復活に携わりたいという思いに至ったという。これを機に 同年3月24日付で現役からの引退を発表。以降は日本で野球解説者としての活動を続けながら、隔月ペースでニュージーランドに滞在して技術指導などに当たっている。6月28日には QVC マリンフィールドのロッテ対オリックス戦の試合前にロッテの主催で引退セレモニーを行った。7月6日に第4回 WBC 予選の ニュージーランド代表投手コーチを務めることが発表された。2016年3月、書籍、日本野球を売り込め、元世界一投手のニュージーランドからの挑戦が上司された。2017年10月27日、千葉ロッテマリーンズの一軍投手コーチ就任が発表された。背番号は81、ワニ軍投手コーチへ配置転換された。 最速時速 151km のストレートの伸びや切れはリーグ屈指と評され高速スライダー、フォーク、チェンジアップも高レベルであった。2008年にはシュートの割合を増やしたことで復活を果たした。ロッテでは2004年まで同性の清水商会が在籍していたためスコアボードでは清水正と表記された。これが定着したため商会の対談後チームに 同性の選手がいなくなっても、清水正と記されていた。また、横浜移籍後も、清水正の表記は継続され、場内アナウンスでは、清水直と、コールされていた。先発ローテーションの一人として2002年から2006年まで5年連続で、規定投球回、2桁勝利を継続していた。その安定した成績や統率力のある性格から、ロッテのエースと呼ばれ、 メディアでもそのように紹介されていた。ロッテ時代、グッズのプロデュースにも関わっており、2005年には全面にマリーンズファンの写真が入ったマフラータオルを2006年にはやるしかない年と書かれた T シャツが販売された。また、引退時の2014年にはマリーンズよりやるしかない年2014といった T シャツが限定販売された。 2014年10月24日、ニュージーランド航空が壮大すぎる機内安全ビデオの日本語版、英語制作、日本語字幕を公開した。イライザウッドの右側座席に登場する客として出演。これは日本では12月13日に公開された映画、コビットシリーズの完結編公開にちなんだものである。撮影が映画内で中津国として登場するニュージーランドのロケである。 ことからの出演で野球ニュージーランド代表の帽子をかぶっている。日本ニュージーランド便に採用されている最新のボーイング787から9型機の専用ビデオでボーイング777から 300ER 型機用のビデオには登場していい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。